民間情報教育局は、連合国総司令部幕僚部の部局の一つ。大衆に連合国軍の望む情報を教え込むことを目的とした部署である。第二次大戦終結後、戦勝した連合国軍による日本統治政策として、教育、宗教、芸術などの文化戦略を担当し、戦後の日本国民の意識形成に大きな影響を及ぼした。 連合国軍による占領が始まると、1945年9月19日に日本新聞従う則が制定され、連合国軍やアメリカ合衆国への批判が禁じられるなど、検閲を含む民間への情報統制が開始された。同年9月22日に日本と韓国の広報、教育、宗教など社会学的問題に関する施策を担当する専門部隊として、 米太平洋陸軍総司令部にアイスが設置され、同年10月2日に連合国軍最高司令官総司令部が正式発足するに伴って同組織に移管した。CIE では、敗戦国日本における教育全般、教育関係者の的確審査、各種メディア、芸術、宗教、世論調査、文化財保護など、教育と文化に関する、 極めて広範囲にわたる諸改革を指導、監督した。同じく敗戦国であるドイツ、イタリアに比べ日本への統制は非常に厳しかった。その後占領行政の進行に伴う数度の組織改編を経て占領終了の1952年4月28日に組織としての CIE は廃止された。CIE の文化政策は1953年に アメリカ国務省が自国のイメージアップ戦略のために設立したアメリカ合衆国広報文化交流局のユースセス、ユナイテッドステーツインフォメーションサービスの略。戦時中の米国プロパガンダ機関、戦争情報局の更新に吸収された。CIE は教育刷新委員会等を通じて教育基本法制定に関与したほか国立国会図書館の設立や 公共図書館、学校図書館の普及振興、日本各地に23カ所のインフォメーションセンターの設置などを行った。その活動報告書は1948年に GHQ 連合国最高司令部民間情報教育局報告書エデュケーションインザニュージャパンとして刊行された。CIE 文書はワシントン公文書記録センターにその原本が収納され、 日本では、米国国立公文書館によって、マイクロフィッシュ化されたものを国立国会図書館、県政資料室が、占領文書資料として公開している。初代局長は、カー・アミット・アール・ダイク・ジュン賞。1946年5月、ドナルド・アール・ニュージェント・中佐が2代目局長に就任した。民間情報教育局は、以下の4番7委員会から構成されていた。 日本映画の玉反響プロパガンダ映画を再建する、木又君彦、映画の国、ありがとうございます。